2007年のツール・ド・フランス最終ステージ。チュイルリー庭園下のトンネルを抜け、ジャンヌ・ダルクの黄金像があるピラミッド広場からコンコルド広場方面に向かう。ツール・ド・フランスにおけるシャンゼリゼ通りは1975年以降ゴール地点となっている。ツール・ド・フランスでは1903年の第1回よりパリ姉妹をゴール地点としてきた。 1903年は西部にあるビルダブ。1904年から1967年までは当時自転車競技場だったパルク・デ・プランス。1968年から1974年までは一般的にはジャック・アンクティル自転車競技場と呼ばれるベロドローム・ド・バンセンヌをゴール地点としてきた。そして1975年、 スプリンターたちの妙義を湧き立たせる意味合いから、ゴール地点をシャンゼリゼ通りと改め、今日に至っている。ただし、1989年だけは、個人タイムトライアルが行われた。三大グランツールの中で、最終ゴールを、シャンゼリゼ通りと明確に定めているのは2017年現在、ツールドフランスのみである。ジロでイタリアは、ミラノ、ブエルターエスパーニャは、 マドリー・シベーレス広場を最終ゴールにするのが通例ではあるが、年によっては別の都市を最終ゴールに設定することがある。しかしツールだけは1975年以降、シャンゼリゼ通りが不動の終点であり、そのために最終日前日のステージ終了後に、選手、スタッフ、関係者は最終ステージスタート地点のバリ近郊の街まで、 長距離の移動を強いられる場合が多い。フランス南東部プロバンスの門、バントから移動した年もあった。シャンゼリゼ通りをゴールとするツールドフランスの最終ステージは通常パリ郊外の街からスタートする。ただし、パリ市内に入るまでは通常のレースよりもかなりゆっくり走る。これは、これまでの3週間を走り切った選手たちがお互いを称え合う意味合いが込められており、 選手たちは、リラックスしてゆったりと走るのが慣例となっている。しかし、これが、パリ市内に近づくと一変する。パリ市内に近づくにつれ集団のペースは徐々に上がり、シャンゼリゼ通りとチュイルリー宮殿を往復する半、時計回りの周回コースに入ると集団は、平均時速 50km のハイペースで失踪する。周回コースはほぼ平坦であり、 逃げのアタックをかけてもそれが決まることは、まずなく、たちまち集団に飲み込まれてしまう。選手たちはコンコルド広場、外線門などを見ながら、周回をこなしていく。平坦コースゆえに、最後は、集団でのゴールスプリントとなる場合がほとんどである。スプリントを得意とする選手にとって、シャンゼリーゼでの勝利は生涯記録の、極めて大きなステータスとなるため、彼らは、 全力で勝利をもぎ取りに行く。最後の400メートルの直線では、迫力のスプリント勝負が繰り広げられる。スプリンターたちの後方で、フィニッシュラインを超える選手たちを含め、彼らはツールとフランス感想の名誉を得ることになり、マイオジョーヌなどの各賞が確定する。シャンゼリーゼ周回コースは2012年大会まで、 外線門の手前に折り返し点がある一周 6.5km の周回コースを発周するのが通例だったがツール開催100回目となる2013年大会では外線門を丸ごと回るコースが採用され一周 6.8km を10周した2014年以降は発周に戻されたものの外線門を回る 6.8km のコースは継続されている またこのステージのタイム計測には特別ルールがあり、シャンゼリーゼ入場時に雨などで路面が危険な状態にある場合、一周目最初のゴールライン通過時間を持って、このステージのタイムとする。ただしレースは規定周回まで続行され、ステージ順位は通常通り決める。過去にシャンゼリーゼ通りではいくつかの衝撃的シーンが演じられた。ありがとうございます。